私の番かしら。はっ。私の番ね。僕の番だね。僕の番だね。はっ。任せなさい。はっ。私の番ね。はっ。この調子でいくわよ。私の番かしら。そこ。任せて。僕の番だね。遅い。私の番ね。行くよ。はっ。任せなさい。そこ。だらしがないわね。行くよ。捕らえた。任せなさい。お仕置きしてあげるわ。せん。あたしの番ね。僕の番だね。あたしの番かしら。そこ。あたしの番ね。みんな、行くわよ。僕の番だね。戦闘終了。先に進もう。行くよ。
任せなさい。そこ。任せなさい。はっ。僕の番だね。はっ。任せなさい。そこ。僕の番だね。はっ。私の番ね。はっ。任せて。えい。任せなさい。そこ。あら、もう終わりなの？まったくちょろいもんだよね。あの程度の下準備でこんな極上品が手に入るなんて、これで兄たちに自慢できるよ。しかしお嬢にはびっくりだぜ。いくら制服着てたからってあんな演技ができるなんてよ。さすが元貴族令嬢だね。ふんだ、昔のことはどうだっていいだろう。しかしこの格好をしてりゃ大抵のやつは騙せるから助かるよ。あのお人よしの市長といい、能天気な女遊撃士といい、おめでたいやつら。あんですって。落ち着いて、もうちょっと話を聞いてみよう。仕方ないわね。でもあのガキども結構手ごわそうでしたぜ。鉱山に現れた魔獣をことごとく退治してたし。鉱山？ああ、君が失敗したやつか。成功してたら僕がわざわざ猿芝居を打つことなかったのにさ。すまんお嬢。ま、そう気にすんな。終わりよければ全てよしだよ。それにしてもあんな連中が遊撃士とは、まったく笑わせて。特にあの能天気女、僕のことをけほども疑わずに仲良くなれそう。だってさ笑いをこらえるのに必死だったよ。何がおかしいのよ。あんたたちは黙って聞いてりゃ、能天気だのおめでたいだの好き放題言ってくれちゃって、覚悟はできてんでしょうね。遊撃士だと？どうしてここに？屋敷からセプチウムを盗んだ手際は見事だったけど爪が甘かったみたいね。遊撃士協会規約に基づき、家宅侵入、器物破損、強盗の疑いであなたたちの身柄を拘束します。抵抗しない方が身のためですよ。お嬢どうすんだ。ビビることはないよ。いくら遊撃士とはいえ、所詮は女子供の集まりさ。僕たちカプア一家の力を骨の髄まで思い知らせてやるんだ。
何が女子供よ、自分のことを棚にあげておいて。もう頭きた、絶対ギャフンって言わせてやる。それはこっちのセリフだね。君たちやっちゃいな。勝てるで。僕の番だね。お仕置きが必要みたいね。覚悟なさい。僕の番だね。遅い。私の番ね。みんな行くわよ。行くよ。捕らえた。任せて。任せなさい。行くよ。はっ。私の番かしら。そこ。やあ。私の番ね。僕の番だね。私の番かしら。お仕置きしてあげるわ。そこ。僕の番だね。私の番ね。やあ。私の番かしら。お仕置きしてあげるわ。そこ。逃がさないよ。僕の番だね。僕の番だね。そんな戦闘終了。先に進もう。そんなバカな。ふふん、参ったか。遊撃士をなめるんじゃないわよ。さて、あれは返してもらうからね。あ、僕のセプチウム。あんたのじゃなくて、ロレントの人たち全員のもの。まったくズーズーしいんだから。さて、結晶も取り戻したことだし、告白タイムと参りましょうか。面白い名前を言ってたわね。確かカプア一家とか。さあね、何のことやら。強情じゃない。そういう子は嫌いじゃないわよ。危ないじゃないのさ。口を開くつもりがないなら体に聞くしかないじゃない。大丈夫、優しくしてあげるから。近寄るな。あっち行け。知らねえ、絶対に楽しんでるよね。
触らぬ神にたたりなしだね。シロさん、危ない！オーバルカノン？シロネ、大丈夫？平気よ。それより上に注意なさい。あんなものまで出してくるとは。一本取られちゃった。笑い事じゃないってば。うーん、悔しいよ。まあいいじゃない、セプチウムも取り戻せたんだし。それにしても彼らは空賊だったみたいですね。ええ、間違いなさそうね。どうやらボース地方を根城にしてる連中みたいだけど、まさかローレントみたいな田舎に出張してくるとは思わなかったわ。空賊だろうが山賊だろうがどうだっていいわよ。あの生意気ボクっ子、今度会ったらギタギタのパーにしてやるんだから。ギタギタのパーって。大変なことがあったわね。まさか空賊が現れるなんて。逃がしてしまったのも無理ないわ。いや、今回は私のミスだわ。もっと用心して叱るべきだった。まだまだ先生の息には遠いわね。知らねえの責任じゃないってば。頭に血が昇ってた私のせいだと思う。僕も迂闊でした。いや、あんたたちはよくやったわ。市長邸の現場検証も合格点をあげる。アイナ、推薦してもいいんじゃない？そうね、私もそう思います。推薦？どういうことですか？その前に、まずは今回の調査の報酬を渡しておくわね。この調子で次の依頼も頑張ろう。これを受け取ってちょうだい。これって？今のあなたたちは準遊撃士、つまり見習いみたいなものね。正遊撃士になるためには王国にある全ての地方支部で推薦を受ける必要がある。これはロレント支部の推薦状よ。いいの？そんなものもらっちゃって。正遊撃士になるにはそれなりの実績を上げる必要があるって聞きましたけど。代理の仕事と今回の活躍、実績としては十分だと思うわ。ただし、あくまでロレント地方での実績だけどね。他の地方支部でも実績を上げて推薦をもらう必要があるってわけ。ボース、ルーアン、ザイス、そして王都グランセル。まだまだ道のりは長いわよ。でもでも、すっごく嬉しい。一生懸命やった甲斐があったわ。ねえヨシア、こうなったら他の地方にも行くっきゃないよね。言うと思った。賛成だけど、僕たちだけじゃ父さんが帰ったら相談し。あら、
あ、それって通信機よね。はい、こちら遊撃士協会リベール王国ロレント支部です。あら、ご無沙汰しております。本当ですか？それは何かあったのかな。うん、そうみたいだね。ええ、確かに先日から出張で出かけておりますが。何ですって？失礼しました。わかりました、大丈夫です。本人たちも遊撃士ですから。はい、何かわかったらよろしくお願いします。アイナさん、何かあったの？珍しいこともあるもんね、あんたがそこまで驚くなんて。で、どこ？ボース支部からよ。大変なことが起こったわ。定期飛行船リンデ号がボース地方で消息を絶ったの。え？どういうことですか？まだ詳細はわからないわ。現在王国軍が出動して大規模な捜索をしているそうよ。そのせいで他の定期船も運航を見合わせているらしいの。なるほどね。それで発着場が混雑してたのか。それで、アイナさん、エステル、ヨシア、気をしっかり持ってちょうだい。行方不明になった定期船にカシウスさんが乗っていたらしいの。え？まさか。嘘でしょ？乗客名簿に名前があったらしいの。リベール遊撃士協会ロレント支部所属聖遊撃士カシウス・ブライト45歳って。エステル、いいかな？ヨシア？食事の用意できたから。ちなみに今夜はローストチキンのバジル風味とオニオンスープのグラタン。美味しそうだね。うん、後で行くから先に二人で食べててよ。そっか、わかった。冷めないうちにおいでよ。運命の輪、やはり何かが起きているのは疑いようのない事実。その何かが未だ見えてこない。あら、エステルはどうしたの？先に食べててくれって。あまり食欲がないみたいです。そっか、さすがにあの元気娘も。無理ないですよ、なんだかんだ言って。シェラさんはどう思います？今回先生、事故だろうが事故だけど実際ありえないこと。あんたはどっしり構えて。エステル、明日は。もう我慢のげ。エステル、あんた大丈夫なの？もうダメダメ、お腹空いて倒れる寸前だよ。うわ、美味しそうじゃん。
きます。あれ、二人とも食べないの？おいしいよ、スープグラタン。オニオンの甘みが効いてて。さすがヨシュア、いい仕事。そりゃどうも。ほらほら、シェラネーも遠慮しないで。あ、父さんが隠し持ってる秘蔵のブランデーでも飲む？確かスタインローゼの20年ものだったかな。スタインローゼ？しかも20年ものですって？ちょっとシェラさん。遠慮しときます。ところで何をしてたのよ。ヨシュアが呼んでも降りてこなかったじゃない。ん？ああ、替えのパジャマを探してたの。奥にしまったお気に入りがなかなか見つからなくってさ。パジャマ？それと旅行用具一式。どれだけかかるかわからないし、備えあれば憂いなしってやつよ。あんたもしかして先生の消息を確かめにボースに行ってみ。もちろん。あのじっと前どう。あ、でもボースまで歩い遊撃士の足だったら急げば半日くらいのもんよ。しかしそのでもこう死に教会の仕事はアイナに頼んで他のメンバーに回してもらうわよ。シェラね。シェラさん、ありがとう。礼を言われる筋合いはないわ。これだけの事件を新人だけに任せるわけにはいかないってこと。悔しいけどその通りかもしれない。まあいいや、シェラ姉が一緒だったらすごく心強いし。よろしくお願いします。こちらこそ。とりあえず明日の朝出発前にアイナに事情。話は分かりました。正直カシウスさんに続いてシェラザードに抜けられるとかなり人手不足になるけど、他ならぬカシウスさんのことだもの。遠慮せ。恩に切るわアイナ。ま、せいぜいリッチのやつを目いっぱいこき使ってやって。普段の仕事量の3倍はいけるはずだから。さすがにかわいそうじゃない。いざとなったらオート支部に応援を頼むから心配しないでね。ところでシェラザード、少しだけ時間をもらえない？あなたが受けるはずだった仕事についてちょっと。うん、分かったわ。エステル、ヨシュア、2階で待っててくれる？すぐに終わらせてきちゃうわ。はい。ね、シェラね、待つんだったら時計台の前でもいいかな。ちょっと挨拶したい人もいるし。そっか、うん、それじゃあ時計台の前で待ち合わせという用事が済んだら。了解。よしや。あ、うん。ここの時計台を見るたびに思う。戦争で一旦壊れた後、よくロレント市民、エステル。ね、ヨシア、シェラネーが来るまでちょっと上に時計台の。それじゃあ。はあ、朝の空気が気持ちいい。ヨシア、ここからだとうちが見えるよ。本当だ、屋根が見えるね。でもいつもはここに登りたがらないのに、どういう風の吹き回しだい？この場所君はあんまり好きじゃないと思ってたけど。この場所は好きだよ。でも気軽には登れない。お母さんが亡くなった場所だから。
10年前の戦争の時ね、ロレントを包囲した帝国軍が市民の降伏を促すために象徴である時計台を砲撃したの。その頃父さんは王国軍の軍人として戦っ、私、父さんが戦っている相手がどういう人たちなのか見たくて、この逃げる暇もなく巻き込まれてた。でも気づいた時には私はほとんど無傷だった。お母さんがね、助けてくれたの。腕の中に私を抱きしめて、たくさんの瓦礫から守ってくれて、それから泣きじゃくる私に大好きな子守歌を歌ってくれて、それで瓦礫が取り除かれた時には、戦争が終わってここは元通りになったけど、あまり来ないようにしていた。辛い思い出があるからじゃないの。この場所に来ると心のどこかでお母さんに頼っちゃいそうで、頼ってばかりじゃお母さんみたいに強くなれないような気がして。エステル、でもいいよね、今日くらいは頼っても。父さんが無事に帰ってくるようにお母さんにお願いしても、父さんを守ってあげてってお母さんにお願いしても。当たり前だよ、大丈夫、父さんはきっと無事でいる。君のお母さんが守っているんだ。無事に決まってるじゃないか。万が一無事じゃなくても、エステルが助けてあげればいい。お母さんに助けられた君が、今度は父さんを助ければいい。僕も一緒に手伝うからさ。よしや。君の悲しみを完全に分かち合うことはできないけど、こうして僕の胸でよかったらいくらでも貸してあげるから。だからよしや、かっこつけすぎもうそんなこと軽々しく言ったりしないの。他の女の子だったら完全に誤解してるところだって。ヨシアって将来絶対色恋沙汰で苦労するタイプよね。はあ、お姉さん心配になってきちゃった。悪かったね、軽々しくて。なんだよもう、人がせっかく心配してるのにありがとう、励ましてくれて。なんだか元気出てきちゃった。ふん、そう言ってくれるとカッコつけた甲斐がありますよ。まったくもういじけないいじけない、これでも感謝してるんだから。さてと、そろそろ下に降りよっか、シェラ姉が待ってると思うし。そうだね。ねえお母さん、私やっと気づいたよ。私が遊撃士を目指したのは、お母さんみたいに誰かだから待って、絶対に。お姉さん、まさかの何を人聞きの悪い。時間を見ようと上を見たら目に入ってきただけ。ああ、オーバルカメラでも持っていればよかったわ。もう何言ってんのよ、単なるスキンシップじゃない。酔っ払ったし。はあ、ん？まあいい。うん、父さん。そう、レナさんの加護はエイドスに匹敵するからね。カシウス先生の無事は保証されたようなもんだわ。それはいくらなんでも持ち上げすぎだと思うけど。そういえばシェラさんはエステルのお母さんと会ったことがあるんですね。ええ、子供の頃にお世話になったの。私がまだ一座にいた頃ね。一座？巡業サーカスの一座よ。シェラね、踊り子やってたんだ。もうずいぶん前、ロレントに巡業に来た時に知り合いになったの。正確には12年前ね。私が11で
エステルが4つ。その時の縁で遊撃士になる時にカシウス先生に弟子入りしたわけよ。そうだったんですか。まあそのあたりのことはいずれゆっくり話すとして、そろそろボースに出発するとしますか。定期船が運休している以上、ボースに行くには街道を通るしかないわ。まずはボース地方との境にあるベルテ橋の関所に行くわよ。西のミルヒ街道の…そ…おやみなさん、あ、な、そ、ちょうど、ど、うん、そ、ありが、それでは、ボスの、そうです、他の、みなさん、僕の番だね。
任せなさい。僕の番だね。はっ、私の番ね。はっ、よーし、上出来。行くよ。ダンソン。私の番かしら。行くよ。私の番かしら。そこ。私の番ね。えい。この調子で行くわよ。えい。いや、ご苦労さん。ボスまで行くつもりかい？その通りだけど、どうしてわかるの？君たちみたいな連中が今日は何人もと普段の通行量の数倍はあるね。ボス上空の飛行制限が行われているのが原因で。その通りだよ。忙しいったらありゃしない。まあ飛行制限をしているのはあんたたち王国、文句を言える立場じゃないわね。その通り。そうだ、通りたいんだったら。うん。ボスよっ、うん、なんと。ありがとう。でも何それ。ああ、北に君たちが遊撃。どういう。すまない、だが私も。はい。お、それさ、一度渡ったそこんとこ。了解。僕の番だね。任せて。この調子で行くわよ。
私の番かしら？私の番かしら？はっ！だらしがないわね。行くよ。任せて。この調子で行くわよ。僕の番だね。はっ。私の番ね。私の番かしら。そこ。だらしがないわね。行くよ。任せなさい。はっ。任せて。僕の番だね。戦闘終了。シェラザードじゃないか。グラッツ、久しぶりね。何してるの、こんなところで。見ての通り護衛の仕事さ。例の事件のおかげで定期船が運休してるのは知ってるだろう。それで積み荷をこうして陸路でオートまで運んでいるってわけさ。なるほど、ご苦労様ね。そういうお前さんは若いの連れてどうしたんだい。まさか例の事件を調べるつもりかよ。そのつもりだけど。何を、何かあるの。まあな、詳しくはボース支部にいるルグランじいさんから聞いてくれや。それじゃまたな。アストンさんといい、なんか引っかかる言い方よね。事情がありそうだね。それま、彼の言う通りボース支部で聞けばわかる。さ、僕の番だね。遅い。任せて。これが私の実力よ。
行くよ。あたしの番ね。みんな大丈夫？あたしの番かしら。お仕置きしてあげるわ。せん。僕の番だね。私の番かしら。そこ。僕の番だね。はっ。戦闘終了。先に進もう。
それ。私の番ね。行くよ。スイッ。うん、もう大丈夫だ。僕の番だね。はっ。任せなさい。そこ。任せて。行くよ。スイッ。私の番かしら。私の番ね。これが私の実力よ。やっと到着したわね。ここがボース地方の中心地、商業都市ボースよ。うわ、いかにも都会って感じね。リベール五大都市の中ではオートに次いで大きな町らしいね。確かにロレントと比べると建物が石造りで大きい感じだな。ね、あそこにでーんとあるめちゃめちゃ大きな建物、何かな。あれはボースマーケット、いろいろな店が集まった屋内市場ね。食料品、衣類、雑貨、武器や、さあ、まずは、うん、ちなみに遊撃士教超よで、大ゲゲ今日、今であた、ま、そんもでも、ご自分のうんデバイ、ひ、ま、わほま、今日は、そ、このまずはギルドの支部によって他の場所に行くのは。おお、セラザード、思ったよりも早く着いたな。わざわざロレントから歩いてご苦労様だったな。ルグランじいさん、久しぶりね。もしかして私たちが来るっていう連絡があったの？うん、先ほどアイナからな。
それでは、そこのお嬢ちゃんたちがカシウスの子供たちというわけか。ええ、お察しの通りよ。はじめまして、エステル・ブライトです。ヨシュア・ブライトです。よろしくお願いします。わしはボーズ支部を預かるルグランというジジイじゃ。お前さんたちの親父さんとはいろいろ好意にさせてもらう。ルグランじいさんと呼んでくれ。うん、ルグランじいさん。それで例の事件がどうなってるのか早速教えてくれないかな。うん、王国軍による捜索じゃが、軍の情報規制に一般市民だ。なんでよ。軍とギルドって協力。まあ、それはあくまで建前って、実際にはつしかもゲーモルガン将軍。それは面倒。何そ。10年前帝国軍の侵略を撃退した功労者として有名な人さ。歴史の教科書にも出てたはずだよ。見事なくらい記憶にないわね。で、その有名人がどう問題なの？聞いた話だと、その将軍大のブレーサー嫌いらしいのよ。遊撃士協会なんか必要ないって日頃から主張してるらしいわ。むちゃくちゃなおっさんね。じゃあ何、その将軍のせいで情報が入ってこないってわけ？それどころではない。軍が調査している地域にはブレイサーを立ち入り禁止にしおる。おかげで他の仕事にも支障をきたしておるのじゃ。そう、こうなったらその何無茶。まあ実は軍とは別。あら、ボス市長の。なるほど、グランジ。うん、と準遊撃士とは言うなれば、つまりそしてというこちらの仕事を受ける。そのと、ほれこの天属で。あ、ここに名前を記。よく遊撃士、本日これだよ。ちなみま、なるほど、まだまだ。まあこれで市長の屋敷は西口の近くにある。うん、了解しました。
何を。マイ遊撃。あ、どう。はい。うん、困る。それに。ありがとう。でも。そう。それ。うん。うちの。う。え。い。し。レッサ。ちょうど同じが。うん。レシピ。簡単。よし。エステル。な、人だ。エステル。まあ、だ、案外。うん。やっぱりいろいろ。こっちこそ。たまには。行くよ。はっ。任せなさい。はっ。私の番ね。
僕の番だね。うん、もう大丈夫だ。そこ！僕の番だね。私の番かしら。そこ。僕の番だね。強くなれたかな。僕の番だね。私の番かしら。お仕置きしてあげるわ。せい！私の番かしら。僕の番だね。僕の番だね。アーツ駆動。 Yeah.
僕の番だね。アーツ駆動、任せなさい。アーツ駆動、僕の番だね。調子で行くわよ。まだいける。行くわよ。まずいな。行くよ。ダンコッチ。うん、もう大丈夫。シャンデリア、はしゃがないの。どうやらここがボース市長の塔の市長さんはいる。おや、お客さんいらっしゃいます。どうぞ。遊撃、こちらの市長さんに依頼さ。おお、話は伺っ、しかし申し訳ありません。教会にいつ頃お戻りになりますか。さようでござい、実はもうお戻りになっても。あ、それじゃあさ、私たちが教会に行って市長さんを呼んで。しかしお客様の手を煩わせる。気にしないで、お互い手間。ところで市長さんってやっぱり金持ちそうな人？外見ですか。ご立派と申しますか、美しく成長されたと申しますか。これで良いご縁は。ああ、そう、メイド。早速。
僕の番だね。私の番かしら。はっ。僕の番だね。はっ。任せて。この調子で行くわよ。そこ。任せて。はっ。私の番かしら。そうはさせないわ。はっ、うん、僕の番だね。はっ、うん、行くよ。任せなさい。はっ。任せて。はっ。この調子で行くわよ。任せなさい。そこ。僕の番だね。はっ。私の番ね。行くよ。はっ。私の番かしら。だらしがないわね。任せて。はっ。私の番かしら。そこ。僕の番だね。任せなさい。はっ。あら、もう終わりなの？そこ！そこ！
行くよ。せい。任せて。この調子で行くわよ。僕の番だね。はっ。私の番ね。はっ。私の番かしら。はっ。僕の番だね。せい。戦闘終了。先に進もう。終了。さ、僕の番だね。せい。任せて。はっ。この調子で行くわ。僕の番だね。行くよ。断速拳。任せて。行くわよ。私の番かしら。お仕置きが必要みたいね。覚悟なさい。行くよ。せい。任せなさい。はっ。私の番ね。はあ。行くよ。
私の番かしら。そこ任せて。はあ、いくよ。任せなさい。僕の番だね。任せて。せい。あら、もう終わりなの？僕の番だね。任せて。この調子で。私の番かしら。はっ。僕の番だね。はっ。任せて。はっ。
私の番かしら。そこ。だらしがないわね。僕の番だね。任せなさい。はっ。私の番ね。行くよ。任せなさい。そこ。だらしがないわね。僕の番だね。任せて。この調子で行くわよ。僕の番だね。私の番かしら。私の番かしら。そこ。任せて。この調子で行くわよ。ここがラベンヌ村。ずいぶんのどかなところよね。あ、果樹園があるんだ。果物の生産で知られてるけど、その昔は採掘でにぎわったそうよ。北の方に廃校になった七曜石の鉱山があるって聞。ずいぶん詳しいですね。前にも来たことがあるんですか？声優劇師になるために修行の旅をしていた頃にね。あの時は飛行船に乗らずに王国全土を歩き回ったもんだわ。え、どうして？飛行船を使った方が便利なのに。飛行船は確かに便利だが、五大都市しか行き来していない。その便利さに慣れてしまうと他の場所に目が行き届かなくなる。
まずは自分が守るべき場所を実際に歩きながら確かめてみろ。そんな風にカシウス先生に勧められたのよ。へえ、父さんが。確かに事件が起こった時、そこが行ったことのない場所だと手遅れになる可能性もありますね。あと犯罪者を。あんたたち。もしやあんた、け、うん、わし、し、いた、こ、なるほど、参道を歩きま、はい、一体どうし、まも、村、い、すまないけど、大きな声、え、もしかして君、ええ、そりゃよかった、もうそろそろ忙しくなる。それじゃあ。行くよ。はっ。任せなさい。そこ。私の番ね。
僕の番だね。戦闘終了、先に進もう。大丈夫だ。あたしの番かしら。はっ。僕の番だね。私の番かしら。そこ。あら、もう終わりなの？そこ。行くよ。任せなさい。そこ。あたしの番ね。いくよ。任せなさい。はっ。
私の番ね。よーし、上出来。えい。僕の番だね。あたしの番かしら。あたしの番ね。行くよ。私の番かしら。はっ。私の番ね。はっ。よーし、上出来。行くよ。任せなさい。はっ。私の番ね。僕の番だね。あたしの番かしら。そこ。あたしの番ね。行くよ。うん、もう大丈夫だ。行くよ。遅い。あたしの番ね。任せなさい。行くよ。あたしの番かしら。はっ。だらしがないわね。僕の番だね。行くわよ。行くよ。
行くよ。断骨剣。うん、もう大丈夫だ。まさか。あ、危う。村の人その前にた。一応。はい。じゃ。終了。先に進もう。あ、そ、や、ほ、え、ちょっとや、はあ、これ、私、本当にた、何、うん、行くよ。任せて。あたしの番かしら。私の番かしら。はっ。私の番ね。はっ。この調子で行くわよ。
行くよ。任せて。任せなさい。そこ。僕の番だね。はっ。任せなさい。はっ。だらしがないわね。これで依頼達成ね。これで依頼達成だね。この調子で次の依頼も頑張るわよ。この調子で次の依頼も頑張ろう。うん、おつか。何か依頼。Thank you.